島村さん、はい、今回もですね、潜在意識を書き換えるシリーズを今回もやっていきたいんですけど、はい、今回はどんなことを教えていただけるんでしょうか。今回はですね、はい、あなたの夢が叶っちゃう潜在意識の書き換え方っていうのを皆さんにご伝授したいと思います、はいはい、その前にクイズです、はい、まずね、はい、夢を持っている男性がいるとしますね、はい、その人がアクセサリーを作るのがすごい趣味で楽しいっていうことで、はい、やがては自分の作ったアクセサリーを販売しようかなって思ってる人がいるんですね、まあ、そういう夢を持っている人がいるとしますよ。その人がね、はい、夢を叶える上で最も重要なことは何か、はい、次の3つの中から1つ選んでください、はい、インナミ君、はい、いいですか、はい、1つ目いきますよ、はい、アクセサリーを作る腕を磨くためにその道の第一人者に弟子入りする、はいはい、それから2つ目なんですね、うん、自分が納得するアクセサリーを作るために最高品質の材料を手に入れる、はい、そして3つ目ですね、うん、素晴らしい彼女ができたと妄想する。なるほど、はい、まあちょっとこの質問だと、うん、まあ、1、2はあれとして3がめちゃくちゃ浮いてると思うんですけど、ええ、そんなことないですか、まあ、めちゃくちゃ3が気になったんですけど、もしかして正解が3だったりしますか。はい、実は、はい、正解は3です。なるほど、はい、それは何ですか。ちなみにまずね、はい、商売するうちの大前提として、うん、アクセサリーを作って商売をするっていうことは、うん、アクセサリーが上手っていうことなんかはさ、うん、あのお蕎麦屋さんがお蕎麦美味しいの作って売ってるのと同じで当たり前なんだよ。なるほど、まあ、当然なようなことなんですね、うん、そうですね。それ以外に夢を叶えるっていう時にもっと重要なことがあるんだよね、はい、それは何かというと、はい、上機嫌で過ごすことなんだよね、うんうん、師匠のひとりさん曰く、はい、上機嫌の魔法っていうのがあるんだよ。上機嫌でいると宇宙の英知とつながって夢や願い事が叶いやすいっていうことがあるんですね。なるほど、うん、まあ、それと、うん、まあ、さっきの選択肢の3の素晴らしい彼女ができたと妄想するっていうのはどういう関係がちなみにあるんですか。ちなみに印南くんね、はい、芸能人でね、女優さんで誰か好きな子いる、うん、います。いる。でその人とデートしてるところちょっとイメージしてみ。いますか。はい、もうほら全然波動が違うもん、はい、もうニコニコしちゃって楽しそうじゃん、はい、うん、なるほど、うん、確かにそうですね。ね、はい、でも全然波動が違ってるよ、うん、もう顔がもうニッコニコだから、はい、それが明るく楽しいいい波動でしょ、うん、はい、ただね、妄想をねしている時っていうのはさ、うん、人って上機嫌でいられるんだけど、はい、妄想していない時ってやっぱりさ、はい、日々いろんなこと考えちゃうよね、うん、そうですね、うん、イライラしたりムカついたりさ、なんであの人こんなことすんのとかさ、はい、あるじゃん、はい、思いたくないけどつい思っちゃったりするじゃん、うん、その時、あ、また自分って上機嫌でいられなくてまたやっちまったみたいなさ、はい、自分を責めちゃうねことってあるじゃん、うん、そうですね、うん、私もね昔あったんだよ。ありますか。結構ね、自分が上機嫌で修行しようとした頃ね、はい、機嫌になって自分に気がつくとさ、自分を責めちゃうの、あ、またやっちゃった、どうしてやっちゃうんだろうって、もう何回もさ言ってんのになんでだろうって自分を責めちゃったことがあったんだよ、うん、でそしたらね、その時ひとりさんにそれ言ったらさ、恵美子さんそれはダメだよって言われて自分を責めることしちゃいけないよって言って、はい、一番それが汚れるって言われたんですよ、うん、え、汚れるんだ、あのねって、で汚れるとはね、はい、汚れるってことじゃないよって、うん、毛とはね、はい、宇宙のエネルギーなんだって、うん、それが枯れるんだって、はい、だからそれを毛が枯れる、だから汚れるって言うんだよね、うん、なるほど、汚れちゃうとね、宇宙の英知とかそのエネルギーとつながらなくなっちゃうんだよ、はい、そうするといい感じのエネルギーが出なくなってくるから、うん、思い描いたことやなんかが夢とかさ、いろんなものが叶わなくなっちゃうんだよ、はい、いや怖いよね、うん、だからじゃあどうやったらいいですかっていうと、潜在意識の書き換えなんですね。イライラしたりさ、ムカムカしたりさ、どうしてもあの人嫌だなとかさ、なんでこうなっちゃうのとかさ、自分を責めちゃったりね、思ってはいけないとかさ、あ、それ思っちゃいけない、思っちゃいけないって言うと反対に地獄言葉のドツボにはまっていく、それをストップさせる言霊があります。
鏡を見ながら今から言う言霊を唱えてくださいね。そんな自分をもっと許します。未熟な自分をもっと愛します。と言ってもなかなか許せないよね、はい、そんな時だから鏡に向かって投げキッスするんです、うん、一人でこういうことやってるとちょっとふざけてるみたいで笑っちゃうんだよ、はい、笑っちゃったらこっちのもんなんだよね、うん、で笑う角には福来たるって言って、はい、福の神さんが味方になって応援してくれるから福の神様があなたを助けにやってきてくれて、はい、福の神様が宇宙の英知とまたエネルギーをつないでくれるんです。そうするとまたいいことのエネルギーに変わっていくからね、うん、今の言霊、うん、はい、ちなみにどんな感じでやったらいいのか篠原さんちょっと見せてもらってもいいでしょうか。わかりました。はい、はい、あーやらするな、またムカつくな、あまた言っちゃったよっていうね、はい、そんな時ね、うん、そんな自分をもっと許します。未熟な自分をもっと愛しますと言っても許せない私にチュッ。じゃあ稲美くんも一緒にやってみよう、はい、皆さんも一緒にやってみませんか、はい、お願いしますよ、はい、いきますよ、はい、そんな自分をもっと許します。未熟な自分をもっと愛しますと言っても許せない私にチュッですこれで OK ですよ、はい、皆さんもやってくれましたこれやったらいいですよ、一人で やるからね、恥ずかしくないから。で投げキッス、笑ってもいいですもんね、笑っていい、はい、もうこれやってバカじゃないかなって思いながらも、あまたね、うん、最初のね、そんな自分を許します、はい、身近な自分をもっと愛しますと言っても許せない自分に投げキッスチュッ、これね、やってみ、笑っちゃったでしょ、はい、でこれで笑ったらもうね、うん、こっちのもんですから、はい、波動が一気に変わるからね、うん、それちょっとやってみて皆さん、うん、エミちゃんね、ほんとその時ね、やっぱりあったのよ、はい、やっぱり修行してるとさ、完璧を競おうとするとさ、できない自分がさ、なんでできないんだ、上機嫌じゃないとかってさ、責めちゃったことあったから、でその時にこれね、ひらめいてやったんだよね。そしたらさ、笑っちゃったらさ、もう全然 OK ね、結構出てくるからね、上機嫌の修行してると、上機嫌にならない時の自分をちょっと責めちゃうの出るから、やってみてよね、よろしくお願いします。おかげさまでいつも上機嫌で生きていきます。えみちゃんは皆さん今日はね、潜在意識の書き換え方だったんですけども、とにかくね、上機嫌でいることで宇宙の英知とつながること、これが大事なんですね。二次的なことも大事なんですけども、それ以上に皆さんの中のエネルギーね、そういった願いを叶えるエネルギー、それをね、引き寄せることが大事ですね。そういう波動で言ってくれることが大事なんです。ということで今回はね、潜在意識の書き換え方というお話を伝授させていただきました。ぜひやってみてください。はい、この動画良かったと思ったらいいねと拡散、チャンネル登録もよろしくお願いします。それからコメントもよろしくお願いします。待ってますよ。バイバイ。皆さん、いつもふわふわチャンネル見ていただきありがとうございます。今回もね、とっても素敵なコメントが来ているので、皆さんにお読みしますね。恵美子社長、今日のお話はとってもタイムリーでした。ここ最近、自分のためにとても可愛くて綺麗な鏡を買って、毎日私にありがとう、大好きだよ、私ってとっても頼りになる、とうとう褒めています。以前の私は自分のことが大嫌いだったんです。でもひとりさんの教えを実践しているうちに、気がついたら自分のことが大好きになっていました。毎日上機嫌で過ごせています。自分にご褒美をあげるときは一言言えばいいですね。次からそうしてみます。最近母が自分の機嫌をあまり取れていなくて、元気がなくて疲れているので、恵美子社長のお話をシェアしたいと思います。ありがとう。ぜひお母さんにシェアしてあげてくださいね。本当にね、上機嫌でいることがね、何よりね、最高に幸せですから、よろしくね。あなたはもうね、自分のこと大好きになれてよかったね。はい、ということでこんな素敵なお話ありがとう。それでは今日も登録者の皆さんにいいエネルギーを送りますね。